皆さんこんばんは。今日も先週に引き続き第10回 ?9 回第9回四季の細道開催しますので、9時までに、カウンター前の、テーブルエントリーシートを置いてありますんで100円と、白キャラとお名前よろしくお願いします。以上です。
Come on,
Thank you.
はい、あと30分ほどで、抽選開始しますので、まだ入ってない。あれ、はい、はい、あと30分ほどで、抽選開始しますんで、まだ、エントリーシートに名前書いてない方、できればよろしくお願いいたします。Sonic Boom!
スイン。すいません、業務連絡です。ブラストアストローでやっている方、50円玉が切れましたので、これからちょっと足元を失礼します。すいません、その場合ちょっと足元をお分けください。すいません、お願いします。すいません、50円玉回収している最中はですね、私に直接声をかけていただけると、手の方で、了解いたします。よろしくお願いします。皆さん、友田さんからお土産をいただきました。チョコレートです。カウンター前、インドネシアのチョコレートです。カウンター前にありますので、残さないようにお願いします。
はい、Oh!
ストリートファイターズ X を遊びの皆様こんばんは、エントリーの方済まされましたでしょうか、お忘れの方がいらっしゃらなければ、本日の、シャッフルに移りたいと思います。大丈夫でしょうか、し忘れていると、一番後ろの順番に回されることになります、よろしいでしょうか。では準備ができ次第シャッフルさせていただきます。よろしくお願いします。
では、はい、はい、では、まず前座イベント、恒例のシャッフルから参りたいと思います。では、本日のシャッフルの頑張ります。1回目と2回目で、はい、上の三角の、はい、順番決定しましたので、ホワイトボードに書いていきます。皆さん確認よろしくお願いします。
とないけどロイヤルってイメージですよね。こんな質が上に使われた。これ阿佐ヶ谷だね。あ、そうなんすげえコラ写真とか誰かが隠れにくいね。ラーメンくり抜いて人の顔つけて人に貼り付けて。あ、そうしてるのか。何を隠れてるの。阿佐ヶ谷ってどこら辺じゃん。中杉通り。阿佐ヶ谷もいっぱい景品あったの。どこも行ってくださいよ。読み込みはない。ただ、これはまだ高校だったかな。駄菓子食いながらやってたわ。はい、順番書き終わりまして準備ができました、本日19人を2周します、人数が非常に多いため、円滑な、大会進行を皆様よろしくお願いいたします。ではこれから始めたいと思います。よろしくお願いします。ハクさんガイルですね。この方は僕初めて見るんです
あれ先週先週あれじゃないですか色が強そうなガイル使ってナルシム製のお手の物みたいカイシメさん2勝ですね。4人目ペコさんですね。ペコさん1周目のキャラクターは S ケン。あ、こんなもんで聞こえるかな。何昇竜拳テレポで逃げたがちゃんと追っている。投げが入る。受け身がないぞ。画面端はダルシム。竜巻でタイミングずらしたんですが、山に出るの。ドリル間に合わない。こっちやれば近づいてもつかみがないので投げて受け身で安定されてしまうから、私は多分無理をせずに遅らせて受け身取るのがいいんでしょうね。トップスピン裏から昇竜投げて、おっと生きている。これはペコさんもちょっと不運でした。今の死んでもおかしくない体力だったんですが、川島さん3連勝ですかね。川島さん3連勝で、5人目がタヌキのラスカルさん。ラウンド1ファイト。さあ、なんかトラウマの、確かこれ以前やった時はなんか素敵な勝ち方をしてくれたような。前回カワシムの猛練習を止めてくれたのはこの青いフォークだったんですが、さあ始まったか対応して、この間はテレポートしなかったと。テレポートされちゃったらどうにもならないですからね。さあ次と、お次が入る。謎の連携でないですね、2ヒットから前飛び抑止のブラストを吐いてある。さあこれは川島リベンジ。6人目はロードさん。
わずか1週間で研究されましたね。ロードさん出番ですよ、出番ですよ。この後も S 剣 S 流サガットと続くので、カワシムには割と歩きやすい道。 S 剣、そうですね、 S 剣人気ですね。使いやすくてそこそこ強いとは思うんですが、ダルシム戦にはあんまり必要な技が揃ってないようなイメージ。フェルノはガード、相打ち。さあ転ぶ、転ぶが遠まで安全に波動を打ち続けたんですが、最後は立ち台系で相打ちを取られて、さあドリル、生昇竜、生昇竜、生波動寄らせて溜めて、おっとおっと、痛い制限が入って、あカワシムが止まらないですね。割と龍拳が多いので、そうですね、通算の S 龍、まだ S 剣と比べると何でしょうね、まだ微妙な、悪く言えば一気臭い竜巻などがあるので、ダルシム戦でうまく活かせるかっていうとちょっと厳しいですね。まず1ラウンドお母さんですね。弱竜巻あたりをちょっとぶっ放し気味にばらまくとちょっと嫌かも。あ、いいですね、ああいう感じで。結構痛いぞ。おお、うまいんじゃないの今のは。今のはうまいですね、中足波動。おお、龍拳めくりから、強技がうまく機能して、こうなると手足も伸ばしにくい。おっと、ファイヤーが当たって、ファイヤーですね、波動が速いと川島から苦情が。速いのもやばいけど、遅いのももっとやばいですからね。あーっと、ピオラして、ゲージが見えないですね、やっぱり。おっと、ナイスガード、ナイスガードですか。続きまして、チャボーズさんの S、 S じゃないサガット、サガットですね。まあサガット側はかなり頑張ればいけなくもないですか。いけないですね。いけないですか。かなり頑張っていけないですね。マジっすか。いけてるところを見たことがほとんどないです。マジっすか。なんか人によっては、はい、その中で一番やばい組み合わせはこれじゃないかと。あー、なるほど。ちゃんとプレイヤースレに KKY さんが、はい、なんでこれやばいのかっていうことをとくと書いてくれたことがあったんですけど、だって1回はファイヤーが画面に設置されると、はい、サガット側はダメージ確定らしいですね。あー、なるほど。何かしらは食らうと、飛べば絶対落とせるし、まあ、だからガードするぐらいしかやることがない。なるほど。先手打って火が吐け、あの
ダイワショットが打てればまあ大丈夫なんですが、一旦休んじゃうと。あおっとおここにかかった。いいですね。おっと最後は削りでスパコン削りで。ますね。この前ちょっとカナダカップ見てて思ったんですけど、外国の方も KKY っていうネームを入れますよね。まあ世界の KKY ですから。さあ、ナイト君2位が置いてある。スラタイク、スラタイク多分返せないんですね。拾っちゃいましたね。さあ安い。安い。ゲージが今溜まりましたね。ダルシム側のゲージ溜まってサガットも後追いで溜まりました。あの耐久がやばい。スラ耐久は落ちない。次はトモザさんですかね。そうトモザさんですね。トモザさんが密輸したチョコレートを今日はなんか配布されているので、なんか食べると結構気持ちよくなるという噂。多分税関通ってますよ。大丈夫ですよ。今まではそれなりにキャラが上手だったんですが、ここからはまずはバイソン。一方的ですね。ポリッと削ってちゃんと2発目もアッパーにしてあるし、なかなか用心深い男。おお、よくあった。埋め込み切りだ。切らずに投げ返しましたね。あ、ピヨってしまいました。ヨガスルーで画面端。ナイスラッ。掴み返して、おあ、ピヨる。投げる。最後は投げで。続きまして、ニーヤーさんの本田ですね。ニーヤーさんの本田はダルシム戦うまいんですが、なんかみんなが期待したりしてるとあんまり頑張ってくれなかったりするので、あ、まあ普通じゃないって顔で見てるとこうやってくれるってことですね。普通に勝ってくれるんじゃないかと。になったが、あ、おいちょおいちょ寄りました。おすこい、つながってないけど、まあまあ、つながってないけど、そうですね。まあまあ、ツーヒット。たまらん。お、100巻から100巻から100巻から頭突き。慎重ですね。最後は税務署が入って、あいうって、すれ違う、入れ替わる、溶かして、ひと削りから、さあ、相打ちが美味しかった。あっと最後、へそじゃなければ、お、連勝ストップですね。ですね。何連勝でした。ここまでに、今8連勝、8連勝ですね。かわしも8連勝で、はい、次は金子さんですね。金子さん、金子さん、金子さん、ニーヤーガエルに挑むのは金子ガエル。あれ踏まないんですね。バックジャンプヒラヒラで前置きがうまい。最後ワンガード歩いて投げて、さあ今のは大一郎が仕込んであったのか。さあリフト中返しから重ねソニック中足で、
で掴んで、はめて、終わってる。ジャンプが噛み合って同時着地からの投げで一気に終わりましたね。綺麗な流れですね。おっと、張り手張り手で終わり。ニーヤーガイルが2連勝。次はネロさん。ネロさん、そうですね、あんまり聞いたことない方なんですけど、金子がいる以上の動きでウサギ様、ちょっとびっくり。今のは悪い様、当たる様はいい様で、当たらない様は悪い様ですね。掴みからのヘンチクリンな連携で、頭でこかして垂直、ちょっと待って、おいちょ手を出してどすこいと、はい、次ノブさんですね。ノブさんのゲーム、ちょっと待って、王女が話じゃなかったのか、勝利のヒット。じゃあノブさんに勝ってもらいたいところですね。立ち回ってる分には有利なんでしょうから、とか言ってるうちに、ほんと思い切って掴んだ。どうなんでしょうね、この距離でこのモードになれば、その若干剣の方が不利な気もしますが、いやいやいや全然そうですか、明らかに削りきれず、さすがに龍拳ホンダは龍拳の方が入れると思うんですけど、はいはいですね。最後は張り手で、山本さんのチュンリー連勝、打つがガードされて、さあ投げ、無双は止まったんですが、さあ、お、噛み合っているぞ、おいちょ、やりすぎたか、百列を止められたけど、暗い百列、あそこで暗い転生を仕込んでる人結構いるんですが、あっと乗ってしまう、さあ投げる、すれ違う、お、ぴょんぴょん、なんかぴょんぴょんゲームになっているが、おっとー、やりすぎたか、あーっと、ぴょんぴょんゲームを制したのはニーヤーさん。次は鍋さんの竜ですね。次はですね、
デイトナ市立アーク学園から転校してきた、はい、カプコン高校に転校してきたアークデイの方、普段は何やられてるんですか？ギルティです。竜を間違えてソルって書いてしまうぐらい病気の方です。あ、まあ、似てなものなので、はい、バンディットリボルバーがないってちょっと騒いでましたね。まあ、そうですね、あんまりいろいろないですから連覇してもないし、はい、空中で勝利を出せる。このゲームも一応空中で竜巻ぐらいなら出せるんで。さあ勝利出たが、おっ、おっ、あー、いい止まりだった。あ、頭をひねってましたね。ありがとうございました。というか、なんで僕が喋ってるんでしょうか。さあ次は犬集め仮面さんのベガ、はい、犬集め仮面さんっていうのは、あの方が犬集め仮面さん、どこかで見たことありますね。犬集めてるのって基本的に保健所の人かな。山本さん喋りますか。喋らない。なんで僕が喋ってるんでしょうか。投げてさあ河原から、なんかベガはジャンプが2フレで宙に浮いてしまうので完璧にはめ続けることはできないっぽいんですが、それでもかなりのダメージを稼いで、お、大きなしか言えないですよ。ここで十分ですよ。なんかこう SNS みたいにいいねとか言っておけば大体。さあ、寄ったが、もうちょいだった。スカルダイマーの後が立ち中継だったっぽいですから、立ち台系だとピオルこともあるんですが、さあ、ダメ足きつい。やったら3段、ガードしたらば投げ、純粋3択ですね。そろそろですか。さあ、もうちょいですね。 GM2 号さんはジャイアントマシン2号さん、名の書き方完全にジム2ですよね。確かに。なかなか渋いモビリスだもんね。ただ完全にジム2ですね。ジャイアントマシンですか。完全にジム2。ジム2。 いやきつい。さあ、一矢報いたような、さあ、山本さん喋りましょう。山本です。ありました。百列が伸びたところに当たるように立ちコパンを振っておくのが基本らしいんですが、なるほど。でも一応頭突きも止まるはずなんですが、止まってもコパンダメージ一発で、止まらないとすごく痛いっていう。さあ、いいキャノン、おーいちょ、日和は回避したが、投げに行った、おっと投げで、あれは勇気いりますね。しゃがみ中足も結構使えますけど、その後が厳しいですよね。そうですね、あと普通のキャラに対しては結構強いんですが、まあ、ホンダはご覧の通り百裂でどのタイミングで突っ込んでくるかわからないので、もうちょい高い技だから、しゃがみ中パンとか立ちコパンとか振ってないととか言ってるうちに、そうですね、今日は犬集めも猫集めもいるんで、次は猫集め仮面さん。いるんですね。あれ、これ S バイソンとかじゃないですか。 S バイソンはそこそこ強いキャラなので、
70% が結構いけちゃうんじゃないでしょうか。さあケツガードからの下段タクを食らって100貫ひたすら打撃戦の攻防ですね。好き、さあ百裂バリアに、はい、さ最後の鳥は新谷さんがここで8連勝ですね。この組み合わせもひたすら打撃戦ですね。投げるか打撃か。スクリューでフィニッシュで、まずはセロテープさん1本。グイグイ攻めていってスクリュー溶かして、おっとスクリューを置い無双で回で、うわしゃがみ台、しゃがみ台パンチおパンで膝、おっとここで日本選手ゼロテープさん勝利。2周目に入りますね。2周目ハクさん1周目の2周目ですね。これセロテープさん完全に忘れてましたけど、先週ハクさんのガイルに負けてるんですよね。セロテープさん、さあここで悪夢が再び、ハクさん初めて1週間目とかでしたね先週。そうです、今週2周目です、ね、2周目なんで因縁の対決ですかね。ソニック、ソニックと、あれでもハクさんこの動きあれですね、スト4とかやってますか。あ、そうなんですか。何勢なんですか基本的に。何勢なんですかハクさん。あ、B2DX 勢ダイヤシで救って、まあ音ゲー並みの目押しで、じゃあザンギが勝ちましたが、本目結構ジリジリした試合ですね。ダイヤシこかして、また画面端背負ってしまってガイルが、いいですよ。さあここでラインを上げたい。攻撃力の差がちょっとやっぱりありますね、打撃の。おっと右だ、右でここ、あー合わせてきましたね。最後はバニシングからスクリュー、さすがのセロテープさん。さあチャットの分が出ないということですね。さあ友田さんのベガーですね。はい、続きまして友田さんのベガ。セヨテープさん連勝続いてますね。さあ喋ってく感じで、あれ今実況してる2人は意外と声質が似てるみたいで、どっちがどっちか分かんないですが、あ、最後は手堅くしゃがみ中パン、あ、中足ですね、失礼しました。おっと投げに行ったぞ、あっと死んだか、これは死んだか、おっとピヨッター、はい、フィニッシュです。一瞬の、さあ1巡目がこれで終わりました。カワシムさんが8連勝、ニーヤーさんが
9連勝ということで、さあまたベガーザンギの組み合わせですね。ベガーは結構ねザンギ使うんですよね。あーそうですね、意外と使ってる率高いですね。あとここ亀八、あーすごい投げ前、あー来た、あー死んだ、後発からピヨってしまいフィニッシュです。来ましたね。すごい前進んでしゃがみ中継、あーいいタイプですね。中ですくってスピーガーのスーパーゲージがちょっと見えないんでね、なんとも言えないですが、なんですよ、多分溜まってんじゃないかなっていうところですが、実況席からスーパーゲージが見えない、ジリジリした攻防で、おっとナイドメア打たされてしまい、あー来ましたね、最後スクリューで、いやらしい打点ですね、あれもね。はい、両者1-1で、おーいいスクリューです、決まればいいスクリューでしたっけ。スカッシュポーズはダメなスクリュー、基本的にそうですね。逃げ中断、ベガは一発からのつなぎがあるから、ザンギもおいそれとあれですね、攻めに行けないですね。いいですね、あー今のはお目押しいいですか、埋め込まれてたがお釣りがなしと、残りだいぶじりじりですが時間がない、あっと最後は前進んで中断、ジャンプ中に、中継です、すいません、中断ですね。続きまして、ましてはノブさん、ノブさんの竜ですね。さあノブさんの竜ですね。画面端に追い詰めたがベガーは動きがやっぱトリッキーですぐに入れ替わってしまいますね。で押していくが一発があるか怖いです。飛んで、最後はサイコ削り、サイコ削り、はい、仕切り直して上げ前広いですね。ベガーデビルリバースのスカッシュっていうのがちょっといやらしいですよね。しないで着地、投球権を透かして投げも受け身を取ったが、おっとダウンを奪った、波動を踏んだ、ここでおっといいですね、いい三段ですね、ファイヤー絡み、おーピヨッタン、おっと最後はしゃがみ真空、中足真空とできるぞと言わんばっかりの配信用ですね、いい感じです、かっこいいですね。お今のもいい連携ですね。比較的でもノブさんの竜は悪いことしてないように思うんですけど、ダメージを奪っていく感じがうまいですね。コツ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 奪っていきますね。コツコツが大事です。最後はヘッドプレスでコツコツゲーです。続きましてロードさん、はい、S 剣ですね。ロードさんのS 剣、さあ赤い S 剣ですね、ページのない剣ですね。
エスケンとベガだと五分ぐらいじゃないですか。いや嘘、剣有利ですね。まあ投げ受けがないんで完全無敵勝利ですからね。足長いですね。フェイロンステージってあの後ろの奇妙な生き物がいつも気になるんですけど、まあ関係ないんでスルーします。関係ないんでスルーなんですか。あれあれですね、あの何でしたっけ、玄武とか四方の動物ですよね。そんな感じですかね。方角を表す動物が4体。そうそう、珍獣みたいなですね。動くとだいぶ重くなりますよね、あれ。そうなんですよ。で背景の話をしてる間にロードさんの剣の台足が勝ってフィニッシュ。ごにゃごにゃっとしてやっぱベガが投げちゃうって感じ。意味がないのが厳しいですね、剣は。で投げちゃう。でめくりか表か分かんないけど多分表なんでしょうね。今のスタイル2位でめくりですね。で中キックでフィニッシュですね。続きましてチャボーズさんですね。チャボーズさんですね。シャオンさん、ブランカ初めて見ますね。ダッシュカラーですね。でもこの組み合わせ結構よく使われてる感じなんですけど。確かに意外とブランカダークホースな気がするんですけど。これはでも難しい対戦ですね。どっちが有利って、ブランカなのか、まあどちらか有利ですね。ブランカ有利ですか。あ、若干ですよね。まあいい勝負になるのかもしれないですけどね。ブランカってあのダイアグラムだと結構下の方にいるはずなんですけど、有利なキャラ結構多いですよね。まあ、有利というか戦い方がだいぶ進化したという感じですかね。戦術の問題ですかね。そうですね、あとはまあ使い手次第というか。ベガ立ちですね、ベガ立ち。まあブランカとしたらもう密着してってめくりに行きたいんですけどね。おっとピヨってしまった。最後は3発フィニッシュ。続きまして友田さん勝利ですね。続きましてセロテープさんのザンギですね。ザンギザンギということでかなりやる気勢ですね。今日は、今日はというか先週もでしたけど、ね、ところがあんまり連勝してないと。ここでちょっと取り返したいところですね。中間距離のこう差し合いっていい、いいダイパンチですね今の。寄ってしまったカニで決めてきましたね。緊張しますね。ジリジリした攻防は結構ありますからね。足も長いし、膝からスクリューいいですね。で飛び込みからスクリュー、ライディングをスクリュー、あと1回ですね。スクリュー最後は飛び込みからスクリューできました。で両者1-1でザンゲフにっこりですね。おい逃げ中盤ですね。おっと画面端スクリュー出てましたね。逃げられました。いい当て方ですね。あれもここでダブル2がリバーサルでダブル2ができますね。スクリュー台足ガードすると前がスライディングを離れてきますからね。ヘッドプレス、おうまい。3人を抜けてダブルアレ当てましたね。時
間ですね、時間がないですね。さあ時間がないぞ。逃げ切りですかね。どっちが勝ってるか分かんないような画像ですよ。あれ犬集め仮面さん、あベガが勝ちましたね。犬集め仮面さん、バイソンです。さあ犬集め仮面さんですね、最近なんか現れた謎の、さあ犬を集められるのか。ここで犬集めた方が勝ちなゲームでしょ。犬バイソン犬っていうのはちょっと難しい組み合わせですね。直撃ですね。この突進キャラに対してのベガーっていうのはダブルニーが合うとちょっとこう、モザさんもバイソン使いなんで多分、そうですね、やりたいことは分かってるはず。出しどころが分かっ、まあ、どちらもどっちも使いですよね。これバイソン使いがベガ使って、そうですね、犬集めさんもそれベガ使いですよ。そうです、犬集め言ってる間に、あそう、この、あいい連携です。あーっと、ここで光らせた。スライディングから反撃を、まさかのナイトメアで借りましたね。ナイトメア、まさに悪夢ですね。次は破天荒さん、竜ですね。さあ、破天荒さんの竜ですね。ダッシュカラー、いいですね。青いハチマキ。さあ画面端の裏回りで最後4段、ね、火力が高いですよね。さあ固めていく、あ裏回り4段、昇竜2回からの、おっと飛び込み中ゴス、いいですね。おっと聖剣の対空残りました。おっと根性値高いですね。補正ですかね最後。そうですね、1ラウンド取られているから天候の3補正。あと打ちすぎるとヘッドプレスが来ちゃいます。見てからですよこれは。中間入らずでしたが最後は中キックで出ますね。さあ友田さん7連勝中ですか、8連勝中ですかね。さあ次はあの謎のガイル使いネロさんですね。噂によるとセロさんに合わせてきたスタイルらしいんですけども、まあ定かじゃないと。あーいい重要足ですね。この組み合わせも結構熱いんですけども、さあ友澤さんが1本取ってますね。おっとサマーで切られた。おっとめくってった。やらしいですね。あ、めくってないんですね。お手当て裏落ち。さあおっとガイルがめくっていったが最後はダブル2。ここで友田さんが首位の、そうですね、あいや9連勝じゃないですか、ね、9連勝で並びましたね、はい、ニーヤさんの本だと。次
次は金子さんのガイル。またガイルですね。さあ金子さんのガイル。おっとホバーに2発目が当たる。2回転目ですね。クソニックと中足にダブルニーが刺さって、最後は中足同士で置いとく系の中足ですね。おっと勝負で最後止めた。さあ起き上がり、あ中足が機能してますね。しゃがみ中足弱サイコで追っかけを食らってしまって、おっとサマー当ててくる。サマーで切った。ストレートが絡む。中足で続きまして、鍋さん龍中友田さん10連勝ですね。単独首位ですね今のところ。単独首位です。さあ鍋さんの龍ですね。ギルティー勢のダブさんということですね。なかなかニューフェイス、ニューフェイスですね。やりたいことをやらせてもらえない感じですね。危ない危ない。空振りを見てますね。なんかずっとヘイロンステージですけど、使用キャラ間違えですね。攻め方いいですよ理由が。おっと放出さすが抜けた。相手目は抜けたが、その後はいい、いい中足。ヘッドプレス、最後はヘッドプレスで削り、続きましてスーさんのダルシム。お、メインキャラですね、スーさん。さあ似たようなカラーですけどね。まあ、ヘイロンスカイいないんでずっと香港ステージですけど、一般体育いいですね。おっとバカになったぞ。コンビニからヨガ、ヨガヨガヨガと、おっとよく投げ返した。スラストですね。すぐ通りからスラスト、スラスト出んの早すぎ。ゼロフレじゃない、ゼロフレはありません。1フレとかです。2フレ、なるほど。竜の昇竜拳よりと同じです。早い。おっと足食らってしまい、ピヨってしまうとすぐこういう風にメガの連続技が。ゲージの溜め方がいいですね。ホバーを食らってしまいますね先ほどから。おっと、おっと謎のいいです、ね、手の先を殴った。あれは厳しい。ベガ距離感がちょっと微妙ですね。掴みにくいダルシムからすると。おっと攻めが継続してるぞ今の。息を飲む戦いですね。おっと最後すぐ取り頑張ったが投げられてしまった。惜しかったですね。続きましてニーヤーさんかな。ニーヤーさん、ホンダ、あ違う、ごめんなさい、ニーヤーさん剣。ホンダさんは12連勝中ということで、ニアさんの剣ですね。
あ、勝利券届く。最後は昇竜拳こっそり持ってったぞ。減りましたね。減りました。リモート昇竜。いい台足。おーっと内返した。練りちゃぎが見えましたね。昇竜拳。おーっと根元で。めくり直後のあの読み合いが、そうですね、出すのか出さないのか、出したり出さなかったりしてますけど、タッチショーパンいいですね、最速タイプ。おっとめくりから投げた。最後は大足、連勝が止まりました。で次ペコさん、エスダル、モザさんは12連勝でストップということですね。首位ですね、今のところ首位12連勝、首位ですね。強いベガ、さあペコさんの S ダルシムですね。最近なんかすごいやり込んでる感じの S ダルシム使う人、僕初めて見ましたけどね。本当ですか。あの頭のペイントがちょっとレアな方ですね、これは。いや実際通常技のね、選択が難しいキャラだと思うんですよ、ダルシムですか。そうですね。さあ、かなり好き放題に当てにいってますね。波動拳とファイヤー、ヨガファイヤーで操作ああいう感じでちょっとスカっちゃうときあるんですよね。お互いリーチが難しいってことですね。おっと、いい逃げで大パンですね、あれ。あ、膝から、竜巻、膝から、おっと、おっと、昇竜レッパー、ああ、昇足レッパーですね、失礼しました。おーい、相打ち OK ですね、いい感じで当てに来ました。惜しかった感じですね。で、仕切り直しのヨガ3ラウンド目、コメントいただいてます。おっと、こっそり、いやらしいですね、ちょっと待って、台足。竜巻にドアフレーム、いいフレームですね。スライディング、さあ、最後は大足刺した。妙に長くを、猫集め仮面さん次ですね。猫集めさん、バイソンですかね、これ。じゃあ猫をいっぱい集めれるか。ダウンを奪った、開幕ダウン2回目。ゲージも溜まった、ハンパガードされての、おっと、連キャン昇竜、最後は波動拳にクレイジーと。だいぶ押されてますね、一気に。画面端で波動連打、どこで抜けるか、どこで抜けるか。おっと、ヘッドで抜けたが、またしても波動、最後は中足飛び込みでぴったんこダッシュにあっちゃいましたね。グランドですかね。
タンパを、式のスタンパを竜巻で。しゃがみ大足も強いっすね、バイソンは。一気に剣が畳みかけて、昇竜投げと画面端入れ替わりの竜巻で逃げて、お互いゲージがあるのかな、ありますね。おっと、得意の例のダッシュからのクレジエコ集め仮面さんが1勝目で、山本さん今日は2キャラともチュンリーなんですね。はい、分かんないです、お店の。そうですね、なんかデイトナには珍しく強キャラ対強キャラ。山本さんはそれメインキャラはチュンリーなんですか、リュウなんですか。私はリュウだと思ってたんですけど、今日2キャラともチュンリーですよね。最近でもここではチュンリーっぽいですよね。どうだチュンリー、ここではチュンリーっぽいです。お店で買えるんですね、おそらく。ああ、いや全然聞いてないんですけどね。あの店ではラーメン食うけど、この店ではチャーハン食うみたいな、そういう。ああ、多分そうだと思います。さあ、あと1ドットが遠い。あ、でもこれはあるんじゃないですか。ある言っとけばいいみたいな。あるよとかないよとか、ないよはまずい。さあ、ごちごちして。あ、でもなんかいい勝負ですね。大丈夫、今度チュンリー久しぶりにやってみようかな。前使ってましたもんね。そうです、でも多分だからってですね。さあ投げ、背中からガムシャラ投げ。ガムシャラ、あー、山本さん勝ちましたね。思わせるガムシャラ投げで猫集め仮面散る。続いてはラスカルさんの本田ですね。はい、さっきホークでそうですね、ピュッと出させた。つい見てしまって目の前に出すからさ、あ、振らせて、とりあえず掴んでみた。さあ、羽ばたいてから大いちょう。あ、伸び伸びプレイしたんですね。そうですね、ダメとか達夫さんからのツッコミが燃焼遅い。山本さんのチュンリーはすげえ飛びますね。超飛ぶ。逆にちょっとやりにくいっちゃやりにくい。地に足がついてない。そういうのあると思うんですけどね、私。あると思いますよ。さあ、ちゃんと入れていた。でもダメだった。飛ぶだけではダメだ。いい勝負はしたんですが、最後の挑戦者はジャイアントマシン2号さん、エスバルロム。スバルログ最近使われてますね、ジャイアントマシンさん。そうですね、エスキャミーとエスバルログを集中的に使ってますが、何かが分かったんですかね。なかなか
厳しいと思いますよ。続きが刺さりまくっちゃいましたね。なんかバック転してるけどあんま意味ないですもんね。そのまま追っかけていくから。そうですね、直進されたら今日だったら入りますよね。さあ飛び越えてバックスラッシュ、飛び越えたら投げなきゃダメでしょ。さあ自ら壁端へ。さあ折れちゃう折れちゃう、爪が折れちゃう折れちゃう折れちゃう。そうですね、爪折れちゃうと拾えない、拾えないですか。さあ投げた投げた、最後は百列で爪を守りきりましたね。爪守れば勝ちなゲームですね。はい、ラスカルさんの連勝が続いているので、ランダムで入る感じですか ね、 そうですね。ちょっと待ってくださいね。川渋さん、川渋さん、川渋さんの試合はもう終わってるんですけど、あのただラスカルさんの連勝が何勝になるかをカウントするためにエキストラの試合が、お、ザンギガリ宣言が出ましたね。これなんでザンギフなんですかね。あ、そういえば緑ですね、しかもなんででしょう。うわ切ない、うわ悲しい。これはちょっとあれですね、なぜ残機なのか謎ですけど、はい、さあピヨッタつかみ優しい。これは残機厳しいんじゃないですかね。いや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 、もう何もないなかった、何もなかったです。いや、書いてください。あのお願いします。ハクさんもガイル、ナッカンからめぐり、もう一丁。さあ、わからん系でなぜかビオルと必ず掴む。いやいや、ビオルまでの動きはなんか素晴らしいんですけど、ピヨッタとかなんかちょっと優しい感じで、ちょっと親方可愛がりすぎですね。上から行ってみた。さあ、3番出てる。あれ、もしかして3段できないんじゃないですか。いや、まさかでしょう。もしかすると飛び込みからの3段ができない説がちょっと浮上しましたね。いや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 、負けてるって1回。一度破れた男とまたやるのはかなり切ないものがありますが、さあ投げ返す、殴り返す、相打ちですが体力は本田側リード。さあアグレッシブ、ミンタで止めて気候拳、チュンリーがホンダに密着まで近づくから素晴らしいですね。さあガードはしたんですがドットが足りない。
っという間に画面端。さあ、青い蝶入れてある。ビオらせて、はい、ビオったら掴む、掴んだら掴む。さあ、そうこうしてるうちに何連勝ですかね。次、ロードさん。ちょっとこれあれじゃないですかね、見えてきましたね、まさかの いい決定戦が。キャラで言ったら S 剣は、キャラで言ったら S 剣ホンダはかなり圧倒的に S 剣なんですけど、いやちょっと見えないですね、ここ昇竜弾打って飛ばせてれば。さあ、謎のバイジャンプ超パンチ、ぶっぱ系ですね。下降り剣、とりあえず起き上がり、あの近づくのはよした方がおっと、ただあれも本当は割れるんですが、負けじと鬼無双ですよ。次選出しといた方がいいんじゃないですかね。さあ、よち下降り剣、2年目波動拳で十分ですね。何が起こるか分からないですね。アグレッシブ大昇竜、燃えましたね。とりあえず遠くで踊ってる。上から刺して竜巻ヒット、一着から昇竜拳、ヒットか昇竜拳、おそこを割れるとこですね。そうですね、昇竜挟みたいところですね。最後はジャックパン、次をちょっと決めないといけないですね。次の出番は春さんの連勝がなんか止まらないので、このまま行ってしまうのか。相手キャラが結構厳しめのキャラが続いてるんですが、さあ投げる、受け身がない、投げる、まだ投げる、おっとおっと、さあさすがに超削ってもうゼロロット、ソニックモード、ガードしたらば死亡確定。さあ、さま重ねて若干落ちない、めくりからもちろん追い蝶。さあ、めくり分からない、おっといつもと違ったパターン、ひよったら掴みをやめて、今度はスタンチョップ、残り全部削る勢いで。さあ、ラスカルホンダ7連勝。ちょっとね、中だれしちゃってるんでそろそろ大会がまだ続いていることを知ってる人は多分このゲーセンに3人ぐらいしかいないと思うんですけど、頑張ってますよ、我々頑張ってますよ。止めてオア、ジャックパンで止めてオア、オア、もう終わらない、ダメージ少ないですけど半分ぐらいもういっちゃってますね。止めてオア、オア止めてオア、おっとこれ美味しい、鬼無双前段ヒットですね。めくらー、めくったまではちょっと距離が遠かったから正面からだったんですかね。コツコツでしたね、はい、さあ半分ゲット、止めてオア、さあバイソン側も取り返す、
まあ、多分手の疲れた方の負けですね、これね。連射装置ないですからね。コパン連打とか百列連打のね、手が疲れた方の負けみたいな。そうですね。で、取り扱って、やっぱ試合が長いラスカルさんの方が不利かもしれないですね。そうですね。コパン連打まだ伸び伸びしてますからね。おっ、タッパーしてしまった。止めてオア、止めてオア、止めてオア、離しても止めてオア。ロミングソーモア、さあゲージ吐かせた。お互いゲージがない。おっと、相打ちで、おっと、ニュアッテンさん沈みました。次スーさんですね。スーさん、お願いします。好きな方のキャラで、さあスーさんがダルシムで、ラウンド1、はい、疲れない男ラスカル。お釣りが入って、お、手が疲れた宣言。今は本当にあと2勝すれば決勝進出なんで、かなりいいところまで来てるんですが、なんか手が疲れたという。連射メインなんで、まあ、こんな倒すんだったら確かに連勝中でね、手が疲れた頃に行くと百列の手が悪くなったりするから、持久戦に持ち込むとなかなかいい感じになるんですかね。さあダルシムが止めて、だいぶ疲れてきたかも、かなり疲れてきました。さあ4戦もきっちりガードしましたが、お釣りが入って、感覚ですかね、お疲れ様でした。今ちょっと集計してるんですが、ラスカルさんの連勝が今のは長くかかったんですが、1位通過が友座さんですね。友座さんのベガが12連勝で1位通過で、2位通過がニーヤーさんの本田ですね。はい、スーさんはお仕事が終わったので、スーさんはお仕事終わりです。はい、長くかかってますが、今から決勝が始まります。決勝はキャラ替えなしの、3勝3先ですね。3回勝った方の勝ちです。じゃあニーヤーさんとトモトさんでじゃんけんしてもらって、戦いはまだまだ続きます。まだまだ続きます。あと3試合なんです。3試合。マックス5試合ですね。マックス5試合。三先のようですね。はい。さあ、ワンピーが友座ベガスですね。スピガーがニーヤーホンダってことで、これどうなんですか、ベガー使ってる方からすると。俺ベガー使ってるんですか。使ってません。たまに使ってますけど、でもこれやっぱりうまくやらないとホンダの方が強いような気がするんですよね。なんか話の100、話の突きとかやらないで固く立ち回れば割とホンダっぽいですけど、ああいう風になんか打っちゃうと、そうですね、ごちゃごちゃっと遠まで突き打っちゃって、それ見られて飛ばれて、そうですね、火力が高いんでピンポイントでこう来るとどんどんなくなってくる感じですかね。きっちりガードして、
おっと引きつけて落とす。さあ画面端怖いですよこれ。ゲージがないので綺麗に落とせないと厳しい。もう肉が迫ってくるような鏡中盤ですね。さあ1本ずつですね。でもやっぱ基本ホンダの方が有利な気がしますね。そうですね、まあ脚熱で削れたりもするので、メガガがどうかき回すかって。そうですね。だからカウンター避けてゲージ吐かせたので、目端ですよ。ゲージを使ってしまっている。 あれね、立ちぐらいなんですよ。立ちぐらい、ショーキックかなんかがネタなんですよ。ちょっと忘れちゃいました。あのグラフィックで撮影したので S と逆になってるんですね。なってますね。それをちょっとあんま使わないんで。それは今のは X のしゃがみ壊しから好きです。下段なので、はい、はい、これはめて、はめて、削る。抜けれないですね。ゲージなし画面端はちょっとかなり死が見える感じですね。そうですね。高めのあの中キックからの、はい、なんとも言えないガードした瞬間というか、あの投げが来るやら百裂化されて来るやら。そうなんですよね。おっと、ネタっぽい。やばいですね、あのプリソナーっぽい。削って、おっとこっそり持ってった。さあ、あと余計なことさえしなければ。そうですね、クルージングですかね、これは。メガ側もおっと、さあ、なんかあるのか。ちょっと時間だけが減っていく。めくり一発蹴んないですよ、これ。最後は腹が。これで2-0ですね。2-0ですね。さあ色を変えてきました。保護色っぽいですね。かなり背景に溶け込んでる。そうですね。さあ、ケツから投げて下段から重ねて、さあ焦がした。めくりはきっちりガード。相打ち、今の相打ちは身を削ってますね。さあ、後がない。もう触ることも許されない。先にスライディングスがあるのか。あ、判定でかいですね。ちょっとダメ足。あれ、きっちりさあ見逃せてちゃうんですね。最後は何から投げ3立てでニアさんの優勝ですね。優勝おめでとうございます。じゃあなんか勝利者インタビューだとチョコレートをあげましょう。なるほど。実況席、実況席。おめでとうございます。なんかチョコレートを食べていいです。何か皆様に ありがたいお言葉を。多分、はい、それはちょっとね、相手が悪かった。ありがとうございました。ありがとうございました。で、第9回奥の細道は、優勝はニーヤーさんのホンダ。そのキャラで出れないように次からすればいいんだ。なるほど。そうすると一気に勝ち抜くのがどんどん減っていくじゃん。で、実力がつけていく。あー、なるほど。今
はそうですね、なんか提案で優勝経験キャラは使っちゃいけない感じに卒業みたいな感じですかね。はい、じゃあ次回よりちょっとそうですね、ちょっと採用を、なるほど、じゃあちょっと調べて次回の参考にしてみよう。そうですね、あ、なるほど、ちょっといいですね。なるほど、わかりました。じゃあちょっとリストアップする必要がありますね、これは。そうですね、今あった提案はその優勝キャラを使っての参加を禁止と。そうですね、そうするとだんだんキャラが、まあバランスが良くなってくる。でもあれですね、ものすごい回数やってるとだんだんグダグダなキャラしか残ってなくなるっていう。そうそうですね、ちゃんと使えるキャラが全部卒業しちゃって、それはそれで面白いかも。もう末期の頃なんか S レアキャラしか残ってないんで、あと使ってないキャラがないよ。そうそうですね、 S キャラばっかりとか言って、だんだんなんか怪しい方向に進んでくるんで、楽しみな感じで。まあ確かにメインキャラ使っちゃうとかなり勝ち抜きが、まあそうですね、連勝する人は限られてきちゃうと。一部のキャラは本当止められるキャラが限られたりしているので。そうですね、じゃあちょっとバランスを考えて、10回以降は四季の細道ということで。そうですね、あと1時間ぐらい、まあ、閉店までの試合の配信が続くので、はい、楽しみください。あと喋りたい人いたら別にあのマイクで喋ってもらっても全然構わないっぽいので、なんかラーメンとチャーハンの話とかしたければ全然してもらって。チャットで盛り上がってますけどね。じゃあ野試合を、ひとまずお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、みはい、あれ、ああ、はい、あれ、はい、はい、
はい、皆様お疲れ様でした、まず、大会の円滑な、進行、ご協力ありがとうございました、今日も楽しく終えられたのかなと思います。配信は11時までいつも通り配信しますんで、皆様よろしくお願いします。50円玉の量が減ってきてますんで、またなくなったら声かけてください。よろしくお願いします。
Psycho!
Round 2, fight!
さあ、
ました。